2020明治安田生命 J1 リーグ第30節、名古屋グランパス対大分トリニータの一戦です。そして今前田が前に出てきていますが、前節の湘南戦で J1、J2 通算200試合出場を達成しました。スタメンをご紹介していきます。ホームの名古屋からです。ゴールキーパーランゲラック、以下オジェソク、中谷、丸山、吉田、前田、稲垣、米本、マテウス、ガブリエル、シャビエル、阿部です。一方大分のスタメンです。ゴールキーパー高木俊、以下岩田、鈴木、三沢、高山、長谷川、島川、星、田中、高沢、伊佐という布陣です。白かな、白、赤、赤やね、白、オッケー、島根、高沢のクロス、田中達也、危ない、これはボールが流れて残りそうです。もう一度クロスが入る、うん、田中達也のヘディング、左右から一つチャンスを作っていきました大分です。あとね、ウィングバックがいるとこういったこぼれ球に対してこう反応するんで、また拾われてっていう形になりますけれども、縦に一つ入れて稲垣、こぼれたところ阿部、シャビエル、前田、いやここ阿部に預けた、阿部クロス、いや体を張る大分、クロスを試みましたがブロックしました大分です。大分チャンス、田中のクロス、高澤ヘディングで落としてシュート、星のヘディングシュート、わずかに枠を捉えきれませんでした。両チーム通じて初めて点になりそうなシーンでしたね。吉田、その前にシャビエル、中にマテウスがいます。前田、ボールを収めて後ろ、マテウス、マテウスのシュート、少しこれはボールが浮きました。今前田のあのカットインの動きよく見てましたね。はい、うん、知念、さあ知念、知念のシュート、ランゲラックの正面です。マテウス、さあ前田です。ここは人数をかけて守る、さあ大分野村、切り返す、高澤のシュート、枠の左を越えていきました。完全に今大分の時間帯ですね。三沢、そして島川です。縦に野村、おっと、さあここで奪いました、マテス、マテス遠目から狙いました、これはゴールには届かず、はい、ちょっと風がね逆でしたから、はい、あの追い風でしたらすごいビッグチャンスだったかもしれないですけどね、立つ、相変わらず大分の戻りの速さはいいですね。はい、しっかり戻っています。オジェソクのクロス、マティウスのヘディング、なかなか枠を捉え切ることはできません。あっと、知念です。知念は松本に開きました。岩田、これ上げても面白いですね。そうですね、岩田からヘディングシュート、こぼれ球、どうだ、素晴らしい、なんとかかき出しました名古屋。大きく前線に清水です。成瀬、縦にマテウス、胸で落とした、シナリオシュート、キーパーパンチング、ナルセ、エリア中、左足、ここで試合終了のホイッスルです。
J1 リーグの第30節名古屋と大分の一戦、勝ち点を分ける展開となりました。